え、もう説明会の枠埋まってる。私のページではまだ枠ありって書いてるよ。これ実は就活の闇だったこと知ってましたか？こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。今後もためになる動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ウェブテスト代わり身受験したって友達が言ってたなんて就活の闇を耳にしたことはありませんか？就活を終えた先輩も口を揃えてたくさんあると言っている通り、就活の闇は実際に存在します。選考本番になってからそれずるくない？そんなこと知らなかったよと情報不足に陥らないためにも、就活の闇に対して一定の心構えが必要です。そこで今回は就活生側、企業側それぞれの視点から見た就活の闇について解説していきます。ツイッターや2チャンネルに投稿された実際の就活生の意見を元にしているので、多くの就活生がどのような思いで就活をしているのか共感でき、今後の就活にも活かせますよ。それでは行きましょう。まずは就活生から見た就活の闇5選を見ていきましょう。就活の闇1つ目は、インターン選考や本選考時に課されるウェブテストは協力が前提になっていることです。企業側はテストの複数人受験は禁止と注意事項に記載していますが、それを企業側が確かめることは不可能なので、ウェブテストの協力受験は半ば暗黙の了解になってしまっているんですよ。それどころかウェブテストはテストを解いてくれる友達がいるかどうかを見極めるテストと揶揄されることもあるほどで、実際のところ一人で真面目に受験している就活生の方が少数派なのかもしれませんね。二つ目は、他の就活生にグループディスカッションの邪魔をされることです。役割分担をして議論を進めるグループディスカッションですが、中には自分の役割を無視して自分の意見ばかり全面的に押し出してくる人がおり、彼らはグループディスカッションクラッシャーと呼ばれています。このクラッシャーは議論の進行において邪魔な存在でしかなく、クラッシャー自身はもちろん、そのグループ全体の評価もマイナスになってしまいます。せっかく与えられた役割を頑張ったのに、クラッシャーのせいで選考落ちしてしまったというのは悔しいですが結構あることなんです。3つ目は、内定先でマウントを取られることです。大手企業からの内定は確かにすごいことですが、他人の自慢は聞いていても楽しめないですし、まだ内定を取っていない時期に聞かされたりしたらなおさら気分がいいものではないですよね。大手企業から内定をもらって自慢をしまくっていた友人がいましたが、彼と遊ぶ友達はだんだん減っていきましたね。もしあなたが大手から内定をもらっても、内定先は聞かれたら答える程度にして、自分からアピールすることは極力控えた方が周りからも好印象ですよ。4つ目は、 ES や面接では嘘をつくのが当たり前になっていることです。その要因として、素の自分では好印象を与えることが不可能だと感じている場合が非常に多いです。例えば集団面接でアルバイト経験を話そうと思っていたら、隣の就活生が、私は学生時代に起業をして大手企業に丸億円で事業売却した経験を持っていますとか言われたら、嘘をついてでももっとすごいことを言わなきゃという気持ちになりますよね。このように大抵の就活生は面接で嘘をつかざるを得ない状況にあるんです。就活生から見た就活の闇、最後は学業が忙しすぎて就活ができないことです。これは教育学部や看護学部、福祉学部といったいわゆる実習がカリキュラムに組み込まれている学部において特に顕著です。1,2 年生のうちに4年間の大まかなカリキュラムを理解しておけば、実習と就活を両立しやすいので、しっかりとスケジュールを把握しておきましょう。次に企業側から見た就活の闇について見ていきます。採用担当の方や人事の方の意見を参考にしているので、実際の実情が気になる方はぜひ最後まで見てくださいね。企業側から見た就活の闇、一つ目は、説明会などで自分の企業のネガティブな側面を話さないことです。その要因として、企業は説明会に参加するためにお金を払っているので、少しでも就活生に興味を持ってもらいたいと考えていることが挙げられます。そうなるとどうしても自社のポジティブな側面しか話したくなくなるのはわかりますよね。でもこれは入社してからのギャップにつながってしまうので、本当にやめてほしいです。逆に自社のネガティブな側面までしっかり話している企業はかなり信頼できる企業と言えますよ。2つ目は、学歴フィルターが未だに根強く残っていることです。学歴フィルターとは、自分の所属している大学の偏差値やランクで受ける差別のことで、書類選考時にはもちろん、説明会の参加にも学歴フィルターが発動することもあります。上位の大学群の就活生のサイトには説明会参加可能と表示されている反面、学歴フィルターにかかった大学群の就活生のサイトには説明会が満席でないにもかかわらず、満席と表示されて参加できないこともザラにあります。しかも選考で落ちた理由は通知されないので、就活生は学歴フィルターで落とされたことを知ることすらできないのです。まさに就活の闇ですね。3つ目は、インターン未参加者は本選考で門前払いされている企業群が存在することです。本選考は3月から開始しますとホームページやメールに書かれていたとしても、いざエントリーしてみるとインターンに参加していないからという理由で落とされてしまう企業も中にはあります。また採用される人数の9割がインターン参加学生で占められているなんて企業も。
インターンから興味を持ってくれている優秀な就活生を採用したいのはわかりますが、ここまで本音と建前が違いすぎるのはいかがなものかと感じてしまいますね。4つ目は、初期の選考を外注している企業が存在することです。例えば就活生から見た就活の闇、2つ目でも紹介したグループディスカッションの運営進行を他社に外部委託している企業もあるんです。多忙を極める大企業では仕方のないことなのかもしれませんが、自社を志望している就活生の選定を社外の人間に一任するというのはまさに就活の闇。なんだか悲しい現実ですよね。企業側から見た就活の闇、最後はコネ入社が未だに存在することです。コネ入社とは、選考には参加せずに志望企業にいる知り合いの紹介で入社すること。例えばうちの役員の子供だから、うちの大口取引先の紹介だからなどが挙げられます。厳しい選考を勝ち抜いてきた一般就職組と比べると、コネ入社した人はビジネススキルが低い傾向があります。これは私立大学の指定校推薦組と一般入試組のような感覚が近いかもしれませんね。ここまで見てきたように、就活の闇は想像以上に深いことが分かりました。就活では思い通りにいかないこともたくさんありますが、日本の就活の闇に打ち勝っていってくださいね。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。